3、2、1、0。1月8日、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます。店長の松下幸一郎が、皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布で切る。昨日は、七草がゆを食べる日だという話をスタッフとしてますと、親しいのになぜかよそよそしいそんな人たちと食べるのですかと言われてしまった。それは水草がゆ。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。追伸、僕が毎日アホ草がゆ食べてるのって言われてしまいました。成人式のお祝いの内祝い、ご注文受け付けております。よろしくお願いします。ただいま私メカブダイエット中です。ですので、いろんなものにメカブを入れちゃいます。今日はわかめスープにメカブ。どんだけ海藻好きやねんとうちの嫁さんから指摘がありました。とっても美味しいで。店長まっちゃん、今日もあんた飲むんかい。休館日はないんやね。